フォルダのアクセス権限設定。フォルダのアクセス権限設定方法。アクセス権限を細かく設定できるため、便利かつ安全なデータ管理が実現できます。まず、左サイドバーでアクセス権を設定したいフォルダを選択。アクセス権限設定をクリックします。対象メンバーまたはグループを選択し、付与する権限を選択して招待をクリックすると設定が完了します。アクセス権を変更したい場合は対象ユーザーグループの横にある権限表示をクリックし新しい権限を選択します。注意事項としてはアクセス権限の変更、例えばメンバーの追加削除またはメンバーに付与する権限を変更は現在のデータにのみ有効となります。親・子データは権限変更の影響を受けません。そのため事前にメンバーグループを設定しフォルダの権限を割り当てることをお勧めします。ユーザー単位でアクセス権限を変更すると操作に手間がかかる可能性があります。おすすめのフォルダの扱い方。1、階層フォルダについて。階層フォルダを作成する際は年度別にフォルダを作成、取引先ごとにフォルダを作成、業務の流れに沿ってフォルダを作成、社内・社外別にフォルダを作成することがおすすめです。 2、フォルダ名について。フォルダ名はシンプルに。フォルダ名はなるべくシンプルかつ分かりやすいものにしましょう。フォルダ名の先頭に数字を入れる。業務フローの進行順にフォルダに連番をつけることでソートが便利になり、フォルダやファイルを探しやすくなります。またお気に入りのフォルダを一番上に表示したい場合、タイトル A から Z を選択し頭文字を00に設定すると表示順の1番目になります。ファイル名の先頭に日付を入れておく。ファイルの作成日時が一目でわかるようにファイル名の先頭には日付を入れておきましょう。例えば4月1日に作成したファイルであればファイル名を0401アンダーバー株式会社〇〇様会議議事録などに設定します。3、フォルダの階層数について。階層は3階層構造がおすすめです。4回クリックが最もストレスなく書類を探せる構造で、これ以上クリック回数が増えると作業が煩わしくなります。とはいえ階層を浅く設定しすぎると同じ階層のファイル数が多くなってしまい結果的に探しにくくなります。またノッタでは最大8階層まで対応しています。4、既存ファイルの整理について。データを新しいフォルダに移動する場合、例えば新しいフォルダマーケティング部を作成し既存のデータをマーケティング部に移動させます。マーケティング部のアクセス権限を設定すると元のデータはマーケティング部の権限を継承します。データを既存のフォルダに移動する場合、例えば営業部というフォルダがすでに存在しアクセス権限が設定されています。この場合移動したデータは営業部の権限を継承するので事前に権限について確認しておくことをお勧めします。ここまで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録・高評価もお願いします。